さん、お父さん、また飲んできたの？ちょっと、ちょっとだけ。ちょっとじゃないでしょ、絶対。なんだお前、何がちょっとじゃないの？みたいな別にし。絶対にして、合唱隊ガーセキセキロ。ねえさ、マナちゃん、そんなこと言わないでよ。キモい。マナちゃん。はあ、マジキモい。続いてのニュースです。先ほど23時頃、渋谷駅付近で女性の体を触るなどの行為をする不審者がいると通報が相次いでいます。犯人は現在も逃亡中で警察は行方を追っているとのことです。うちの近くじゃん。キモ。目撃者によると犯人は酔っ払って陽気に歌っていたとのことです。やっばこいつ。絶対ミクセ合唱隊ガラスギシャキのマナちゃん、そんなこと言わないでよ。そんなわけないよね。はい、どちら様でしょうか。やぶ遅くにすいません、私こういうものです。嘘でしょ。突然すいません、少しよろしいですか。あ、はい、何ですか。あの、近くで女性を狙った不審者が出ておりまして。はい。どうもその犯人は酔っ払って歌っているらしいのですが。シェイクシェイクブギーの。お父さん出てきちゃダメ。ああ、お父様。うちの店に仲良か。ああ、すいません、私こういうものでして、近くで不審者が出たのでパトロールしてたんですよ。それはご苦労様です。それで女性が住んでる自宅に注意喚起してたのですが、お父様がいれば大丈夫ですね。うちの娘に手を出すようなやつは俺が許さん。安心です。それでは失礼します。ねえ、お父さん変なことしてないよね。あ、変なおじさんだ。変なおじさん。続いてのニュースです。先ほど渋谷駅付近で女性の体を触るなどの行為をした不審者ですが、犯人は酔っ払ったふりをしていただけだと新情報が入りました。なんだ、お父さんじゃなかったか。さすがにお父さんはそんなことしないか。そして現在犯人は警察官の格好を装い、女性が住む家を狙っているとのことです。え？お父さん、さっきの人犯人だよ。何言ってんだ、警察が犯人ってまさか。110番だ、110番。あ、酔い覚めろ。すいません、不審者がうちに来ました。住所は。マナちゃん下がれ。危ないよお父さん。大丈夫だお父さんはな、マナちゃんが生まれたその瞬間から命をかけて家族を守るって決めてんだ。お父さん、おりゃあんた何してんの。お母さん、私に向かって刀抜くとはいい度胸してるわね。あ、いや、これは違うんだ、不審者が。お母さん、今不審者が来てたのよ。不審者？あ、これ。帰ってきたら庭にいたから捕まえといた。いや、虫捕まえたいみたいに言うな。犯人いたぞ、逮捕だ。さあ、あんたたちご飯食べたんでしょ。私は夜食のラーメンでも食べようかな。不審者よりお母さんの方が怖いわ。はい、怖すぎます。君とサウナ、涙なんて汗と共に流して、君とサウナ、気持ちと体しっかり整えて。